こんばんは、ブラッシュでございます。ですね、今日は何をやっていこうかなというところなんですけれども、なんとですね、この YouTube を始めてシーグラスって言ってるのかな、シーグラスアートをしましてですね、ずっとこの YouTube をここ13回ぐらい今上げてるのかな、ブラッシュの13ってね、13日ブラッシュの日という毎月恒例のイベントありますけれども、なんかねちょっとぼやいてたんですよね。やっぱりこう細かいところの作業にね、なんかピンセット系あればなっていうところで自分でね近くに手に入れればいいんですけれども、ぼやきにぼやいてたら、なんとですね本日ファンの方からですね届きましたということでご紹介ねしたいと思います。じゃじゃんということで、ありがとうございます本当に。せっかくねそんなぼやいてる中で、送っていただいて、これを大事にね使わせていただきたいと思います。早速ね、まだ未開封、開封してなかったので、開けてみたいなと思って、結構ねかっこいいですね。Forbit 19じゃないけどね、ASD50 って書いてある読めないっていうね、ありがとうございます。今日からもう早速ね使ってみたいと思いますね。すごいな、細か。すごっ、何ですかこれ、針みたいになって、かなりなんかいい感じでしょうね。これはすごい細かい。わかりますか？なんか先の方だけ多分ステンなのかな、錆びないように。あとは黒のねこのコーティングがされててかっこいいですね。ピンセット自体もなんかすごい繊細なピンセットだなと思って大事にね使わせていただきたいと思います。今回ねこれがどう活躍するか、今日はゾウさんね描いてみたいと思うので、このピンセットと一緒にですね描いてみたいと思います。早速ね使わせていただきます。ありがとうございます。どんな感じになるんでしょうね。この使ってみてどうなるかっていうところが次はね楽しみですけれども、使わせていただきたいと思います。ということで今日はねゾウさんなんですけれども、色味的にはこの僕が最近ちょっとハマってるのはこの薄いね、薄い緑、薄いブルー、この2色を最近使ってることが多いんですが、この薄いブルーを使って表現していこうかなと思います。細かい色がねあんまりないので、細かいパーツがねこういう細かいのがあればいいんだけど、うまく使いながらガサガサしてますけれどもね、やっていきたいと思いますね。さてどうなるのでしょうか。ここら辺をちょっと今出しながらですね、細かいパーツどうなるのかなと思いながら、今日はちょっと押し押しなので配信をねお休みしますっていう、ことをね告知させていただきましたけれども、ちょっとね時間が取れれば、配信はねしようと考えてます。ただねあんまりいつするかわからない、期待を持たせてしまったらちょっとね待ち長いってことになると思うので、一応中止と、今日はやらないよということはね告知はさせていただきました先に。僕的にはやろうと思ってますけどね。なので YouTube を見た方はやるかもしれないみたいな感じで、気づかれるかもしれませんね、もしかしたら。そんな感じでね思っていただけたらなと思います。だんだんになる花は横のこのパーツでいきたいな。だんだんとなっていくね。ゾウさんの鼻のパーツ、こんな感じで、鼻が表現できたらいいな。なかなかのやっぱりせっかくこうねやっとつかめてきたかなと思ったら、まだちょっとなとかね、いろんな問題点が出たりしながら、ガラスアートもねやってますね。で今ブラッシュが作ってるシーグラスの、ペンダントトップっていうのも作ってるんですけども、なかなかですねなかなか難しいなと思いながら、今ね壁にぶち当たってるというか、そっちもどうやっていこうかなっていうふうには、悩んでおりますね。何が難しいかというとですね、うまく自分が思ってる角度に曲げられないっていうね、ステンレスの壁、結構ねステンレスがね強敵ですね。思ったよりなかなかいい角度で曲がってくれなかったり、すごい硬いので飛んでいったり怪我したりとか、そんなことを今繰り返してます。本当にねこんなに強敵なんだステンレスと思いながら、ステンレスとね戦ってます。まあまだね、まだまだ時間はかかると思ってくださいね。まだまだペンダントトップ出すのは今日出そうと思ってたんですけど、やってみても全然思ったように商品化できるぐらいの、自分の中の感じが作れないので、ちょっとあれは保留ですね。保留になっちゃうなと思って、やってました。最初できた、うまくできたのがそのままいけばよかったんですけれども、やっぱりね、いやまだだな、こうしたいなっていうのがあるうちは全然ね、これピンセットを使えってことか、いやまだまだなんですよ。これただ今下地を置いてるからですね、まだまだ細かい作業には入ってないですね。今は入ってそうだけどまだ入ってないね。ただこう置いていってるだけですからね。このだんだんこう積み重ねていく時に、ピンセットをね使いたくいつもなるっていうところです。松尾さんのパーツをメインはこれで全部一色でいっちゃって、そう思ってますね。ね、雨が続いてやっと梅雨らしい感じに今なってますけれども、皆様はどうお過ごしでしょうか。雨降ってるのかな、ねまあ、大きいパーツ、これグミみたいで可愛いですね。平積みのここは平行、ここはもう平行だな。こうなってくるんだな。そう、まだ使ってないじゃん、ここにあるよっていうね。まあちょっと使ってみようかな。うわすごい、これめちゃめちゃこれ刺さりますね。もうこのとんがり具合、わかります？こんななんか細かいのは初めて。うわこれはやばいね。これ使いやすいですねこんな細かいピンセット初めて見ましたね。なんか家でこう医療関係のね感じをやるとき、医療関係ってなんだ、絆創膏とかなんか細かいのをやるときには非常に重宝する。これは多分こんなに細かかったら、なるほど。まあ使い慣れてはいないですよまだね。でもこんな感じでねいけますからね。これはちょっとこのねシーグラスアートに関してはすごいですね。これ自分が AI のロボットになったような感覚でいけるのが面白いですね。なんだこれ、もう便利こんな感じで便利ですね。ありがとうございます、本当送ってくださった方。今見ていただいてると思いますけれども、見ていただいてるから送ってくださったんでしょうね。そう、これはねちょっとねクオリティを上げられるんじゃないかなと思いますね。ほら優しくね上から落とす、ここら辺から落としてたのもここからねギリギリでこう落とせる。いやこれはいいですね。AI です。 AI ロボットブラッシュの思いを、思いっていうかね考えてることをこの指先かのような感じでね、すごい細かいのやばいな。これ使いやすいですね。かなり使っててわかる。全部これで置きたくなるぐらいね、すごい細かいの、細かい部分ですごい何ミリっていう部分をこう持って、ほらこんなところ持ってますよ今。ここんなのでこう置いていけるっていうね、ちょっと奥の荒いなみたいなね、うん、そういう時もありますね。あ、これは便利だな。これは便利ですね。これ使っていこう。うんうんうん。これなんかもう見ている方もね、お分かりいただけるぐらい、多分そんなに細かいところまでいけるんだっていうのが伝わるんじゃないかなと思いますね。いろんなものに応用できそうなくらい細かい。これはねおすすめ。まあ、もしこのピンセットは何かっていうのを知りたい方はね、聞いてみてくださいね。ほんと使いやすい。感謝ですね。まあゾウさん作ってるけど使いやすさに見とれてしまって、絵の方にはちょっとね丸の部分はあれですね、掴むのが支点の部分があるからあるけど、こうやって横で掴む分には問題ないですね。どうしようかな。ゾウさん、まあ、ここに埋めといて、こういう形だからな、うん、これはねいいですね。本当に便利。大まかなところはねいけます、手でいけますけども、やっぱり細かくなればねすごい便利。ああ、これがゾウさんだって言われたらちょっとやっぱりこのねベースの色だけだったらわからないところが出てくるので、そこでいろんな色を使っていこうかな。耳はね緑っぽい色でいこうかな。耳の部分は今日はね雨が結構降ってますよ。朝から一日中降ってるかな。雨だらけ、雨まみれって感じですね。あ、こうなるとこうね、あ、便利。なんていう画期的な。ほら細かく置ける。滑りますけどね、滑りますけどかなり使いやすい。医療用なのかなこれ。かなり細かいですよ本当に。細かい。ちっちゃうなこれ。これを使ってゾウさんの立体を今作ってます。こうやって。こんな感じかな。うんうんうん。意外となんかこれだけだったらゾウさんに見えないところからゾウさんに見せていくっていうのがちょっと難しいところはありますけどね。こっちは緑、こっちはブルーでいこうかな。意外とこれはね便利ですね。かなり使いやすい。この時がすごい指がね細かいところを握れなくて指で引っかかってこう崩れてましたけどね、すごいそこが止まってくれて便利です。こうなって、まあ、肝心な鼻のここの部分がまあ耳を左右色違いにしたっていう感じか。白もあるのか。まあ白ね。白っぽいっちゃ白っぽいけど。白で置いてみようかな。すごいゴツゴツね、した感じ。ちょっといまいちまだゾウさんに見えてこないっていうねところなんですけれども、これ上だなと思って、まあ仕方ないですね。ピンセットの楽しすぎて、これがねすごい細かいので、牙になりそうなのは。この高さまで来たからか。こんな感じになっちゃう。こんな感じのゾウさん。はあ、ゾウさんに見えないな。ゾウさんに見えないな。こうなんか複雑に作ろうと思えば、作ろうと思うほどゾウさんに見えない。あ、なんとなくゾウさん。なんとなくゾウ、もうただこの目だけじゃん。目が入るだけでゾウさんなんかですね、なんかこんなんじゃないんだよなこんなんじゃないから、まあやり直ししましょうかね。なんかな、こんなんじゃないんだよな、思ってるのとやっぱり違うとね、まあ忍耐力を持って何回もねやり直すというパターンでいきましょう。違うんだよな、まあ、ピンセットはね意味ありますからね。ピンセットの意味とかね今思いますよね。ここも最初並べた意味とかね、なんだと思うので、ね、まあ、ゾウさん的な感じがちょっと足りなかったな。もっとこうパーツを分けた方が良かったですね。鼻と顔と牙とね、鼻と顔と、これはもうちょっと使うとして、鼻と顔、北とね、こう来ました。そしてここに入ってくるのが白い牙。白い牙がここにね、白い牙、目立たないな。牙の色は茶色がいいかな。茶色でいこう。いや、すごい雨の音聞こえますか？雨ね。これが雨でございますよ。今降ってますね。牙は寄せた方がいいかな。中に入れてね。こんな感じ。はあ、まあこっちの方がゾウさんっぽいな。そして、耳の色で、ブルーでいこうかな。ブルーで統一した方が綺麗かも。薄いブルーでいこう。このグリーンは一旦下げといて、濃いのが左、薄いのが右でいこう。いや、分けない方がいいかな。同じ色でいった方が分かりやすいかもしれないですけどね。こうね。画面からはみ出てるんですね。さっきよりなんかゾウさんっぽいな。もね、こうこんな感じでゾウさんの耳ね、耳の部分と若干欲しいのがここの部分に緑がね、欲しい。こんな感じとこんな感じかな。そしてここちょっと盛り上げといて、立体感をね、出しながら、なるほど、なるほどな。こんな感じでゾウさんの耳、こっちは下げて、こっちはこうね、下げて。すごい雨の音聞こえますか？入ってるかな？こんな感じでいいかもしれないですね。はい。はあはあはあ、ゾウさんっぽくはなってるかな。そこで茶色がもうちょっと、牙がね、もうちょっと大きいんですよね。本当は。牙を長く。見せて、で、鼻がこうね、そして牙をちょっと足してあげて、まあ一応ゾウさん的な感じにはなったかな。まあ、ゾウさんの目は緑でいきたいな。グリーンアイをね使って、ゾウさんの目このぐらいだな。こういうのをピンセットでねいきたいかな。ゾウさんの目ここら辺と、どこかな、こうだね、ここら辺。お、なんか画面が若干暗い気がするのは気のせいかな。ちょっと暗い感じな気がしますけどね。もうね、ここで収まってほしいから、あそうそうそう、こうか、下から入れてなかなか。結構ね便利なんですけど、まだね慣れてないですね、ブラッシュは。これで角度的にはどうかな。角度的には目の角度がね結構大事。このぐらいかな。ああ、こんな感じか。まあゾウさんのあとボコボコ感の表現だとか、そういったところがねちょっとまだ難しいですけど、ブルー持ってくるかな。ピンポイントでアートするならこっち側か。そうだな、ブルーの濃いのはこの目のここら辺、こうなってね。で明るいのはこっちに持ってきて。やっぱりいろんな色味があった方が綺麗にはやっぱり仕上がりになりましたね。昨日見たら蝶々でね、それはすごい感じました。で目と同じ色の緑は使わない方がいいかな。これがゾウさんに見えるかどうか。まあ、顔だけね。顔だけゾウさん。まあ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 こんなところでしょう。せっかくねあるのでこう。なんかやっぱり細かいところであーってなるのは、こう掴むのにはちょっと抵抗ありますけど、あーっていうのは減りましたね。やっぱりこういうのがね減ってないじゃんっていうね。いやいや、これをねこうやって掴むから難しくて、こう横で掴めば、横で掴んで修正して持ち替えてまあ慣れてないですからね、まだね、置けばうまくね使える。ほら落ちるけどね、ここはいけるなと思います。でまあ細かいのは細かいんですよね、やっぱり。ただやっぱり指だけよりはすごい細かいところを調整できるので、まあすごい便利かなという感じはねします。あ、まあゾウさんっぽいな、ぽいな、いいんじゃないかな。ちょっと色のグラデーションがね、いやこれがね危ないんだよな。目と同じ色じゃんってなるので、目から顔からちょっと離したところに、あおい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 、やっぱりねこういうくるくるした円形のところをつかむのは難しいんですね。うん、ちょっとまあまあでもないよりはね便利です。そうこんな感じかな。でもゾウさんっぽくは見えますけどね、僕から見たらだいぶゾウさんっぽいなと思って、うんまあ、せっかくだからねこれは、便利なね道具、こういろんなものに使えそうだなと思ってちょっとワクワクします。こんなに細かいとねこれ毛抜きに使えるんじゃないかなぐらい細かいですね。はあなるほど、本当ありがとうございます。さあということでこんな感じかな、こんな感じでしょうかね。うんうんここあとここね、この部分ここの部分かな、あとはうんうんこっちこれここら辺が見えてるな。こう行きたい、あこう行きたいな、うんそんなところかな。ここあとこことここか2箇所、うんうん、2箇所を隠してこれで白いところは埋まったかな。はいということで今日はゾウさんでございました。まあアフリカのゾウ、アフリカゾウですね。これはでも本当ありがとうございます。もう大事にねキャップしてね使わせていただきたいと思います。これいいな本当に、うんテンション上がりますね。ということでまたお待ちしてますのでどうぞよろしくお願いいたします。それでは、今日はアフリカゾウでございました。では一番こう宝石になるね瞬間いきますね。こんな感じかな。はいではいきましょう。3秒前2 1、はい、ということで今日はアフリカゾウでございました。なかなか動かない自分を自分で動かすこと、ブラッシュでございました。ありがとうございます。空月は輝く冷たい空気、体凍える震える心思わず震わせ、体感は寒くても心は強く持つ、何もないところから始まり、まだ一から何かを想像、日々積み重ねる動きそのものが今を生きる力に変わる、それも本能的に動くその一歩が明日につながる大きな一歩だ。日は昇り日々繰り返し動く、鼓動も高鳴り大地も照らす、暗闇の中迷う迷いを抜け記憶をたどる歩く暗がりを刻む時と同じ空間に日々変化する中の B ラッシュを筆にかける生き様